みんな乗ってるかい。俺たちははみ出し野郎のアウトロー、自由に向かって突っ走る We are ぶっちぎりバトルハッカーズ。バトルハッカーズ、俺たちは恐れはしない。気持ち悪い。ボディークリーニングしても匂いが残っちゃうぜ。これは汚れるくらいどうだっていいじゃんか。それよりあいつらを何とかしてよ。僕にとっちゃ汚れんのは一番の問題なの。それにこんなスクラップ置き場に追い詰められたのも元はといえば君のせいなんだぞ。文句言うな。逃げ者ども、逃がすでないぞ。ビラ泥まみれの決闘。テレビの前のみんな元気でやってるかい。スインカムジミーとアキラたちが必死こいて逃げまくってるこの場所はコボルの南にあるスクラップ置き場、ドリームランドなんて名前があるけど、実態はいらなくなったメカなんかをまとめて捨てておくところなんだ。なんでアキラたちがこんなとこに来てたかってと、これがまた泣ける話だから聞いてやってよ。俺のせいじゃないやい。この基地ってメカニックばっかりで花もないし潤いがないと思うの。戦場に潤いなんて必要ないじゃん。それだからダメなのよ。いいこと、戦ってばかりいると心はすさんでしまうわ。だからこそ潤いが必要なの。さすがお嬢様はおっしゃることが違うね。もういいわ、あなたたちとはお話なんかできない。あ、待ってよパッド、この星にだって花くらいあるよね、キッド。もちろんあるさ、ただしちょっとばかり遠いぜ。それ俺たちで取りに行こうよね、兄貴。えっ、みんなだってこの話に乗ったくせに。奴らをゴミ溜めの中に追い込んでしまうのだ。ヘルティロ、気負った気負ったわ、もっとこっちゃこい。おってや、もっと、そうやそうや、今や行ってまい。やべえ、ミサイルだ。うわっ、危ねえ危ねえ。悪いな、ツインカムジミ、こんなことになっちまって。珍しいじゃん、お前が謝るなんてさ。今日はエンジンの吹きが絶好調なんだ。機嫌取ってくれなくてもビッツオーライよ。わんねえ性格、
なんか言った？いや、別に。だったらしっかり捕まってるよ。イヤホー、くぅ、調子に乗り上がってからに。今や、やったれ！ヘルティラ！学ランだ。奴らもう死んでまんがな。引き上げまひょ。待て、刈り上げ。たとえ死体でも利用できるものは使うのだ。と言いますと？部下が敵に捕らえられたとしたら、お前ならどうする？捕まるようなドジは処分だよな。グレンドスの兵士はそうするように教えられている。だがアールジェタンは違う。部下を救おうと必ず出てくる。なるほど。そこをぶったらくわけでんな。これぞ本当の廃物利用ってわけや。メモしとこう。廃物利用の灰は背景の灰かな。うん、見ないで。ああ、かったる。正規軍の連中が活躍してくれるんで、わしら暇でかなわんの。チェックメイト。なんてこったい。あの、すみません。なんか用か？あ、いえ、なんでもないんです。言いかけたことは最後まで言わんかい。あの、ツインカムジミーさんたち見ませんでしたか？わしらあいつらのおもりと違う。いちいちチェックしてられんで。そうですか。ありがとうございました。失礼します。乙女の恥じらい、可憐だね。このタコ、尻尾がオーバーヒートしてるぞ。あんたたち、仲間が行方不明だっていうのに気になんないの？勝手に出て行ったんでしょ。だから、勝手に戻ってくんじゃないの？そういうこと、そういうこと。みんな白鳥のやつばっかりなんだから、このバトルハッカーズは。そうかっかしないの。せっかくの美貌が台無しよ。何すんのよ。ほらね、言ったでしょ。していたお前の子分は預かっている。命を助けたかったらコボルのフォッサマグナ C3 に一人で来い。ただし飛び道具なしの捨て頃じゃ。楽しみにしているぜ。くれぐれも一人で来いよ。かくらんダメ。スクラップの下敷きになった連中はどうしたんだろう。まさか死んじまったなんてことあいつらに限ってないと思うけどね。ジミー、生きてるか？ああ、でもキャブレターが行かれたみたいだ。フラグがかぶっちまってどうもいけねえ。ロータリーキッドとゼンはどうしちまったかな。さっきから通信しようとしてんだけど、なんも言わねえ。ゼン。誰だ？おいおい、勝手に殺すなよ。無線機が行かれちまっただけさ。兄貴たちも無事だったんだね。ゼン、キッド。地球に帰るまでは死ねるもんか。悪運の強い奴らだな。生きてやがったか。だがこのゴミの山の下じゃ出てこれまい。アルジェタンが来やがったら奴と一緒に地獄へ送ってやるぜ。アルジェタンだぞ。どうやら、てめえらは奴を釣り出すための格好の餌ってわけやね。クソ。
キッド、アールジェタンは来てくれるのかな。グレンドスの奴らが罠を仕掛けているのは見え見えなんだ。来るわけねえだろう。それじゃあ俺たち見殺しか。それも仕方ないさ。こうなったらもう俺たちの責任だもんな。奴らの誘いに乗ってリーダーが来れば自分自身もやられてしまう。そのことがどれだけバトルハッカーズの打撃になるか計算はできるやつさ、アルジェタンは。くそ、もう俺は腹をくくったぜ。キッド、暇つぶしにディラン総統ってやつのことを教えろよ。よし、臨時講習会を開くとするか。この兵器でゴテゴテと厚化粧してる建物がグレンドス帝国の本部基地だ。気味悪いけどちょっと中覗いてみようか。きっとまた悪巧みしてんじゃないかな。やってるやってる。いかついのが大勢集まってる。そしてこの中心にいる不気味なやつがグレンドス帝国を支配しているヴィラン総統だ。その真の正体は誰も見たことがないという謎の人物なんだぜ。まだアルゴの連中に手こずっておるそうだな。は、いえ、あと一歩のところまで来ておりますので、我がグレンドスの大勝利は時間の問題だと。黙れ。バトルハッカーズとかいう落ちこぼれ戦士にまで甘く見られておるらしいではないか。え、いえ、そんなことは決して。これを見よ。ほほほ。これは。私が予知した未来の B1 の姿だ。こうなる前にこの星を統一する策を練らねばならん。一刻も猶予はないのだ。はっ、ただいまバトルハッカーズの大将アールジェタンを誘い出し、ぶちのめす作戦を実行中です。しばしお待ちください。いつまでも雑魚に煩わされるでないぞ。ヘルディアン。ディラン総統の真の目的は戦争によって私腹を肥やし、最終的にはこの銀河全体の支配者になることなんだ。悪人ってのはどこの世界にでもいるもんだな。メイドの土産にしては暗い話だったぜ。ああ、くそ。ここを脱出する方法はないのかな。その時俺は言ってやったね。お嬢さん、こんなところにいちゃグレンドスに捕まりますよ。私がお送りしましょう。まあ素敵なお方、あなた様のお名前は。いや、私はバトルハッカーズのテイルダーと申します。なんでそうなるの。固いこと言うね。俺がアキラたちを救出に行くといえば連中も必ず行くというだろう。だが無用な犠牲は出したくない。リーダー、心配事ですか。いや、何でもない。まだ奴の姿は現れまへん。本当に来るんでしたのか。ルカを見捨てたか、アルジェタン。アルジェタンは来ない。ここを爆破し、撤収する。ヘル・ディラン。チッ、くたびれもけで。ガクランダ、アキラたちはどこだ。よく来たな。ビビってこないかと思ったぞ。部下思いの体調を持った奴らも幸せもんよな。奴らはな、このゴミの下よ、炎で蒸し焼きだ。なんだと。そしてお前はバーベキューだ、野郎ども。やっちまえ。アルボンド。卑怯だぞ、ガクランダ。貴様とまともに勝負しているほど暇じゃなくなったのよ。武器を持たないアルジェタンはただのバカ力だけだ。エネルギーを消費させろ。必ず参るはずだ。そやだってこれも結構きついです。部下思いがあだになったな、アルジェタン。兄貴、なんだか熱くないかい。ああ、やばい感じだ。ちょっと上の様子を見てみるか。ロータリーキッドの体には各種ビデオカメラやレーダー類とともにサーモセンサーが装備されてる。これは対象物をその温度で見分けるという優れたものだ。地面が燃えてるぞ。なんか変な匂いしない。ガスだ。オイルが気化しているんだ。待ってくれ、ジミー。
もう一つ見えるものがある。アールジェタンだ。やっぱり来てくれたんだ。さすがのアールジェタンも素手では不利だ。疲労の色が濃くなってる。頑張ってくれよ。武器はなくてもこのアールジェタン、ただでやられません。バケモンか、あいつは。こうなったらとっておきの手を使うしかない。くらえ。目が見え。ガグランダー様の背頃散歩、必殺ガグランクラッシュ。こうなったら何でもありやで。ガグランダー様、今です。いっぺん死んでみんかい。ガクランダー、ちょっと武器がでかすぎましたな。バカ言え、俺はまだ撃っていない。バトルハッカーズ、ただいま参上。何？お前が火をつけてくれたおかげで下に溜まったオイルが気化したのさ。そいつのガスを使って脱出させてもらったぜ。ありがとうね。ゴミと一緒にされたお礼は倍にして返してやるさ。ぶっちぎりだぜ。いけねえ、外しまった。どけ、やつなら勝てそうやて。せーっ、うわーっ、うわー、何が勝てるだ、この卑怯者。おりゃー、ドリルクラッシャー。俺たちも忘れてもらっちゃ困るぜ。え、お前らリーダー、単独行動は懲罰もんだ。でしょ。やっほー。ああ、そうだったな。武器を持ってきた。受け取れ。すまん。バトルハッカーズ、一斉射撃だ。まずい、退却、退却だ。撃て。なんなのこの匂い、くさい。まったく人がこんなに心配してるっていうのに泥遊びなんかしてたってわけ。け、人の苦労も知らずによく言うぜ。なあジン、おいおいおい、おい、アキラ、言うなって。パッドとミアに俺たちからのプレゼント。はい、ま、お花、これは。これはゴムが、おいおい、みんなでこれ取りに行ってたんだ。ありがとう、みんな、あたし嬉しくて。キザなことして。ゴミ捨て場に咲いてた花なんて口が裂けても言えないな。ああ、傷だらけの栄光じゃなくてゴミだらけの栄光ってわけだな。しかしアールジェタンの頑張りには全く感心させられたね。バトルハッカーズって本当はみんな心優しき連中なんだな。そこんとこよろしく。ブレンドスが秘密兵器を作りやがった。強力な遠距離砲がアルゴを狙ってくる。次回マシンロボぶっちぎりバトルハッカーズ、危うしグランドホエール。